初めて超級に挑戦するアキミロです。はい、三国志 4PK 続き遊んでいきます。前回はね、無事呂布軍を滅亡させることに成功しました。もう呂布もね、このジョナンに今いる状態かな。ただこのジョナンは捨てます。すべての武士と捕虜を連れて行き将に行って、その後ちょっとね、もう巨匠に入っちゃおうと思います。今動けるかな。前回攻めた後休養してないから多分無理な気が、あ、やっぱり次のターンになったらね、移動しましょう。将自体はどうしよっかな。まあ隣接してる都市が今のところ唐都市かジョナンだけなんで、まあ一応置いといてもいいか。寛陽さん、地味に地味に仕事しといて。で、徐州にはね、捕虜が3名いるんですよね。だからここ軍師がいないからアドバイスがもらえないんですよね。ただ新旧がね、軍師になれると思うんですけど、なれないんですよね。他は、あ、一応この実中でいいのかな、にはなれるようですね。これでアドバイスくれんのかな。それがしなどに、そのような隊にもったいなき仰せにござります。これで大丈夫か。将軍とか無理か。これでアドバイスくれるかな。くれるならいいんですけど。助手、長領、劉備、殿の人徳をもってすればたやすいことでございましょう。ほい、貴殿のような人材がわしのところにおらんのだ。ぜひ我が陣営に加わってくだされ。わかりました、早速参りましょう。イエーイ、長領赤参り、めっちゃ嬉しい。あれかな、もう呂布が呂布軍としていなくなっちゃったからか。これは他の武将ももう登用いけるかもしれません。増派さん、尊敬、あ、来てくれるそうです。どうだ、え、うそー、騙された。陣給に騙されたよ。もうそしてもうお金がないのか。あれ、なんかすげえ金入ってきてる。1月になったからか。いや、いいね、いいね。ちょっとしばらく商業を上げておきたいな。結構増えたからな。劉備と孫権、いや、陳旧にするか。開発も上げるか。米は結構買えばいい気もするんですけどね。とはいえ、兵糧なくなると結構危ないからな。長領は戦に使うことが多い気がするけど、まあ、一旦セットしとくか。そうね、こっちは500ぐらいでいいかな。一旦とにかく商業と開発や。そして兵糧ですね。金が2166ある状態で、どれぐらい買えるか。あ、1万とか結構安く買える時期だな。そうですね、5000ぐらい買っちゃいましょうか。あまり気が済みませんが、この場は仕方ありますまいって。あれ、あんまり美味しくないのか、じゃあ。いやー、ちょっと待つか、今は。やめておこう。炎術と孫策が同盟を結んだようです。曹操と炎術が同盟を結んだようです。曹操軍は行へ攻め込みました。炎将軍とバトルです。巨匠には来ないなぁ。おーっと、炎将、やばいかぁ。曹操強え。曹操軍の勝利でーす。まさかのこの時期でもう曹操が炎将に勝っちゃう。ではジョナンから移動しちゃいましょう。将に全員連れていきましょう。決定。すべてのものを移動させますか。はい、この地は人情が良くないので他所に移るのもよろしいかと思います。はい、ジョナンは捨てる。これで6773の金が増えたな。素晴らしい。で、巨匠だな。ここ人口多分多いと思うんだよな。ただ早々と隣接した場合大丈夫かな。まあ相手行にも行ったからちょっと分散してるところはあると思うんだけどな。ただ行と楽よの両方から攻めてくるからな。部隊数がやばそうではある。
そうそう、ちなみに長領のね抽選はかなり低かったです。今1回褒美100上げて69です。これはちょっと総評とともにね抽選上げてかないとダメですわ。呂布も抽選は上げられるか、今移動しちゃったけど、あ、86、結構高えな呂布は。なんなら関与の方が、え、仲良しなのになんでそんな低いのって感じなんですけど。呂布の抽選は89。昔のナンバリングほどな、呂布はすぐ裏切るイメージあるからな、気をつけないと。捕虜のゾウハ、劉備で登用いけるそうです。どうだ、来たー、ゾウハさん仲間入り。あと上州にいる捕虜は節操のみですね。新旧いけんか、お、いけるそうです。来ましたー。あとは省に移動した捕虜誰だったかな、今はちょっと選べないと思うんですけど、この方仲間にすればもう呂布軍の捕虜全員仲間入りですね。洛陽方面見て送って情報見てみたんですけど、兵士が 44,700 とかとんでもない数値います。マジかよ、行は見れないか。曹操軍の兵やべえな。炎は見れないか。曹操が攻めてきたらひとたまりもねえなこれ。どうする、巨匠に行くのすげえ悩む。これ行くことによってむしろやられてしまうのではという不安があるけど、いやーでも行くか。巨匠ベッド落とすとなったら大変そうだからな。関羽、張飛、呂布、序章、周遭、関羽だけは置いていくか。いや関羽と竜隊は置いていくか。本当は関羽たちな北海攻めるのに使いたいんだけどな。曹操が怖すぎる。金はちょっと3000ぐらい、半分ぐらい持ってこう。兵糧はちょっと多めだな、4000ぐらい持ってく。兵士もほぼほぼ持ってく。軍馬とかもまあ一応持ってくか。捕虜武将も移動させよう。高順連れてく。巨匠の大衆は関羽じゃ。で巨匠人口532,300。やっぱり人口がめちゃめちゃ多いですね。商業価値とかも58とか初めから高いし、ここだ、ここでちょっと鍛える、蓄える兵とかももろもろ含め、商人なー、あー、もう実行可能の武将いないか。次商人米買って民中制度とかも上げてきます。おー、なんだ、馬頭が同盟を結んでくれって言いに来ました。ごめんよー、縛りプレイの内容的に同盟禁止なんじゃー。ごめんよー、ごめんよー。本当は結びたいよ、私だって。李覚と長老が同盟を結んだようです。お、牛金が仕官してきた。もちろんいいよ。なんだ、ショーで内政の馬が爆発し、住民たちが放棄いたしました。マジかよー。孫策の税制が、評判となり、六甲に牛兵が集まっているとのことです。羨ましい。こっちは放棄されてんのに。そんなに民中勢低いか。ほんとだ。めっちゃ低い。25しかねえんだ。どうしよう。省にいる意味があんまりないな。ここ取ってないと中継地点がないからな。巨匠が独立みたいになっちゃうんだよな。なんとか米買って民中勢上げるしかねえか。よーし、1万ぐらいもう買っちゃうか。買う。これでなんとか施しをしていきます。民中勢アップやー。低い、まだ30や。
でも巨匠は同じく商人、どうだろうな。4月になったけど米は1万とか今のうちに蓄えておきましょう。悪くないみたいですね、相場的には。よしよし、これで民中世を徴費、いや徴費じゃない方がいいだろう。関羽、これで上げる65、徴兵もしとかないとちょっと危ないかな。19,700、まだこれっぽっちか。全然足りない。曹操軍4万とかでしたからね。いやきつ、なるべく早くここ曹操軍に対抗できるようにしたいけど、マジきつって感じですねこれ。きついきついきつきつい。おっと、今度は王老から同盟の申し込みが。拒否拒否拒否、ごめんよ。今度は曹操から同盟。ごめんよ、すごいしたいけど。劉表と劉璋が同盟、馬頭と劉璋が同盟。劉備様、上州に、これなんだ、不条っていいのかな、不条というものが参っております。お会いになりますか。はい、洛陽の実情が知りたいならこのわしがお教えいたそう。いや、何、礼などいらぬ。洛陽の情報が見れるようになったってこと。そうそう、同盟してよ、俺も同盟してんだけどルール上できねえんだ。北海今情報収集したんですけど、27,600いるのか兵が。ちょっと北海も簡単にはいけないな、武将3名とはいえ。ちょっとしばらく我慢の内政時期ですね、これは。ちょっと忠誠もね、上がりきってなかったりもするんで、両軍の武将が。しばらくは、ちょっと私、内政ターンに入りたいと思います。そして忘れていた、高順の登用、いけるそうです。嘘ー、いけねえじゃん。騙された。劉璋軍が甲州から延安へ兵を進めました。くー、いろんなとこから同盟がね、来るんですけど。マジでこの同盟禁止ルールやめときゃよかったわ。金が欲しいんですよ、金が。単純に同盟もいいんですけど、その条件として金を送ってくれるやつがめっちゃ欲しい、本当に。劉備様、巨匠で内政の不満が爆発し住民たちが放棄いたしました。巨匠そんなに低かった。おー、助手農作や、いや、豊作や、豊作。農作じゃねえよ。劉備様、可否で開発への資金がなくなりました。いやー、巨匠マジか。せっかく増やした兵がちょっと減っちゃったな。ほんとだ。民中世50いくつあったんだけどな。すげえ下がっちゃったわ。米あるうちに、ちょっと施ししまくっておこう。もうこれ以上放棄されるのは嫌だよ。一気に上げます。豊作になっても3300ぐらいから兵糧4505しか増えてないっすね。やっぱり米は買うもんだな。内政であげるもんじゃねえわこれ。とにかくやっぱ商業を上げて、一刻も早く米を買える金をいっぱいゲットすることが重要ですね。ウガン族が北平攻め込んだ模様です。もうね、あの他国の同盟とかは動画に入れません。すごい数が多いんで。高孫三軍と右岸、高孫三軍が見事撃退しました。劉表軍が高架から調査へ兵を進めました。これ唐都市か。あ、倉庫、貴殿の仁義の心に感じ入り、お供をさせていただかんと思い、はるばるやってまいった。これ、毎服の毒じゃねえか。さすがに倉庫、息子がうちに入るとは到底思えん。倉庫はちょっと今日ヒットこう。倉庫も来てる。いや、これ絶対毎服の毒でしょ。絶対嘘でしょ。劉備様、牛鬼の肖像が途絶えました。さすがに牛鬼は毎服の毒として滞在している。あ、とか牛鬼もそうだったか。東卓軍滅んでるから、牛金はワンチャン普通の仲間かなと思ったんですけど。っていうか、なんだなんだ、内政爆発しまくってるな。結構上げたのに、
50いくつまで上げたのに、また28まで下がってる。50代でも爆発するとか勘弁してくれよ。兵糧だいぶ使ったんですよね。もうしばらく兵糧を与えられねえよ、これ。ちょっと、呂布、将軍にしておこうと思います。オッケー。任せください。長領も将軍にしようかな。給料高くなっちゃうかな。誰でも、てか誰彼構わず将軍にしてると、お金が足りなくなる可能性もあるけど。長領、将軍じゃ。あ、上州在野に旅券がいるな。旅券は毎福の特なのかな、どうなんだろう。一応取ってみるか。早速参りましょう。あ、光純、ようやく仲間になってくれました。呂布軍の捕虜はこれで全員仲間になったか。光純のことをね、何回も忘れてましたけど。わあ、また章で。もう章捨てようかな。章、意味なくなってきた気がする。1月になってお金入ってきたし、ここ脱出するか。まだ陳留とか行った方がいいんじゃねえか疑惑が出てきた。巨匠はお金2821入ってきたか。春、お米が欲しいな。9000ぐらいよろしいでしょ。背に腹は変えられませんなーって。なんかあんまり美味しくないんだよな、この発言。やっぱ春じゃなくて別の季節の方がいいか。他の三国志とかだとね、だいたい7月とかなんですけど、東照が仕官してきたんですけど、これ毎服の毒かな、東照は。拒否。怪しい。また章が。ダメだ。章マジでどうしようもできねえ。もう米を本気でめっちゃ大量に買って、もう一旦で施しをやりまくるみたいなことをしないと、上げても下がっちゃうから、ちょっと今は放置だな、やっぱり。東照が再び仕官してきましたね。これはやっぱマイクの毒だわ。こんなにスコックルの怪しすぎる。もう省にいてもほんと民中制度が下がるだけなんで、一回ちょっと移動します。巨匠どうなるかな。省に誰もいなくなると巨匠が孤立しちゃわないかって心配があるんですけど、まあ、今んとこ大丈夫そうですね。これで金も増えたんで、巨匠、7月になったら秋になるはずなんで、その時に米を買って、徴兵とかしてかな。とにかく、左の洛陽の兵数に追いつかないと話にならん。秋になったので、ちょっとお米買ってみようと思います。相場がね、ここに出てくれてたらわかりやすいんですけどね。金1で1いくつ買えるみたいな。まあでも1万5000買えるってことは、結構やっぱ、秋が米安い気がしますね。いやでも、あれか、小から金が入ったから買える量が増えただけか。まあ5000ぐらい買っておきましょうか。これで徴兵がまたできるか。徴兵。高順。7100。3万まで増えましたね。民中制は63に下がっちゃったけど。まあ、なんとか、巨匠はこんな感じに、キープしておくしかないかな。準備ができたら、カウとかは移動して、別のとこ攻めるみたいな感じかな。今のうちから、可否とか、助手に兵を貯めておいて、
ちょっと北海はきつそうだな。北海としてもね、炎章と隣接しちゃうから、曹操だけでも手一杯だから、下の劉陽の樹春の方にね、狙いを定めようかなって今考えてます。孫策相変わらず一都市のままなんでね、孫策軍倒せれば孫策軍の武将も確保できるし、牛金が証拠りもなくマイクロ毒に来ました。もう騙されねえぞ。そして東昇さん本当にしつこいです。樹春の兵力は 35,400 でしたね。こりゃきついな。六甲の孫策は 27,000 か。樹春を突破しないと六甲いけないんだよな。ちなみにこの下は 32,000。 剣業もなかなかの兵数だな。劉陽軍を倒すにはマジで4万とかカウとか張飛とかで攻めないと無理かもしんねえ。徐行が仕官してきました。これどうだろう。もう曹操軍に入ってたから徐行、ワンチャンこれただの在野の可能性もあるからな。裏切られるの覚悟で一回徐行を登用してみます。おっと、徐行を陳留に移動させたんですけど、民の怒りが爆発。いやー本当にすぐなるな。なんだ、外交についての進言があるそうです。勇者と同盟を結んでいかがでしょう。いやーすまぬー、却下、ルール上ダメなんだ。1月になってね、金とかが陳留に入ってきましたね。これを持って移動しよう。徐行がね、マジで分かんないんだよな、マイクの毒かどうかが。巨匠に移動だ。すべてのものを持って。これで4800か。なかなか進めねえな。内政だけでどんどん時間が経ってく。ちょっと6ヶ月の密定してみて、太子寺とかの忠誠が見れました。75。これならワンチャン引き抜きできるかもしれないな。金どうだろう。500とか。懇願、丁寧。丁寧。東堂がおいでになっても太子を説得することはできないかと思います。ダメか。お、樹春にいる馬中、金300で、来てくれるっぽいです。陳旧の助言が当たってれば。これは取っちゃおうかな。わしにはどうしても桐生の力が必要なのじゃ。断られた。嘘か。ここからな、武将取れたらよかったんだけど、厳しいか。今ね、6ヶ月の密定してるから忠誠が見れるようになったんですよね。すごいな、孫策軍の武将の数かなり多い。忠誠俯瞰が66か。誰か取れればいいんだけどな。どっちしても隣接してないから取れないんだよな。作友とかダメかな。ワンチャン300ぐらいで自信がございませる。ダメだな。やっぱ直接倒すしかねえか。今回マジで進まない。内政しかしてません。これは強敵だな。曹操軍が強将へ攻め込みました。って強将に来やがった。行からもこれ来たな。徐行を出すのはやめよう。徐行怖すぎる。マイクロ毒の可能性がかなり高い。呂布とかでなんとか頑張るっきゃねえな。いや、めちゃめちゃ怖えな。てかしまった、孫権のところはどうする。高順もセットでいくか。張飛頭悪いからな。呂布もカバーだ。流体と序章をセットにするか。兵が3万か。6000でいくか。
相手援軍ありだけどこっち援軍ねえからな。それがきつい。てかあれ、もっと兵持たせられる。そうか、もう一回徴兵したのか。3万じゃねえや。じゃあ関羽徴兵力は少し多く持たせるか。徴兵の方を多くしよう。どうする、歩兵しか選べないな。金、まあ、300ぐらい。兵糧はもうマックス持ってこう。ユビ軍は迎撃してきました。あれ今こもるかどうかの選択肢あったか。今なんだ、序章が何かの刑をしましょうって言ってた。落とし穴を作りますか。はい、どっちから来るんだろう。ここら辺にしとくか。これで左下から来てる。あれ一部隊だけ、加工と一番だけだ。なんだ、もっと大軍で来るかと思ったらそんな大軍で来なかった。山の上の方が有利なんでね、山の上で戦いましょうか。落とし穴当たんない気がするな、これ。行くぞ、攻撃攻撃。おお、囲むのがちょっと大変だな。各家が来てる、怖いなー。いやー、関羽一斉じゃー。うまくいきます。敵は大混乱ですぞ。で、混乱から立ち直った後、危ねー、怖いことしてくれんじゃん。一斉じゃー。また混乱した。でも混乱収まった。失礼じゃー。よーし、これで囲んだ。こっちの一斉攻撃で加工と追い詰める。混乱だの、何回も成功してるけど無意味だ。なんだ、申し訳、失敗しました。あー、援軍一部隊だけ来た。あれはどうなんだろう、倒したいけど倒せんのかな。あ、カクカ捕らえました、テイク捕らえました、カコートン捕らえました、総速の兵糧を奪いました。ロシク退却、巨著退却、カコエン退却、総速が退却しました。よーし、素晴らしい。こっちはほとんどの失うものなく、素晴らしい武将3人も捕まえてしまった。カクカ東洋、ここで死なせてくだされ。牢につなげ、捕虜するか、それも大変ろう。テイク東洋、ここで死なせてくだされ。牢につなげ、捕虜するか、それも大変ろう。加工と東洋、ゲロメ、俺が攻撃切れんのか。初段疑似なんだよ。牢につなげ、このままでは済まさるぞ。加工と相手持ってました、移転の剣、やったね。武力プラス10やん、これ本物かな。よしよしよし、いいよいいよ、曹操軍弱体化したでしょ、これ。いいね。巨匠、兵増やして曹操軍に対抗をしようとしてたの間違いじゃなかったな、これは。こんな調子でね、相手が巨匠を狙ってきたら、撃退していって曹操軍弱体化させるのもありですね。ちょっと今回は、思ったよりね、内政に時間すごい使っちゃったんで、一旦気力ここでやめようかな。ということで、見事曹操軍撃退できたので、高評価ぜひよろしくお願いします。そして次の動画を見逃さないよう、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次も、とりあえず内政上げながら、曹操攻めてくるのを待つ。チャンネルの再生リストには、ゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているか、ぜひ覗いていってみてください。